ではモンスターレースやっていきますか。もしかしたらこれで最後かもしれない。続きから始めます。最後ではないか。あの試練島があるからね。よーし、来たよ。ようこそ花の都パリスシティへ。来たなー、パリスシティ。結局なんだ、負けたら、負けてどうしようもなかったら、なんかミックスしようみたいな話したけど、全然負けねえから、で、どうしようもなく負けることないから、なんか頑張ったら勝てるから、ミックスしなくていいんだよな。まあ、レース上はしたかな。うわぁ、もうこれもう終わりか。なんか7時間ぐらいで終わったな。早かったな。まあ、全クリは7時間ぐらいで、実は、試練島やと、相当時間かかるとか。まあ、GB のゲームでそんなわけないけどな。まあ、だいたいゲームボーイの、クリア時間って、だいたい電池、なんだ、交換2個分ぐらいだと思うんだよな。はい。張り紙がしてある。待ちに待ったベリーベストカップ、いよいよ開催。モンスターレースの世界一が決定するぞ。え？入れないんかい？じゃ、探索かなぁ。なんで？まだレース場は準備中なのよ。早くしてほしいわ。俺が言いたいわ。よし、来たぁ。ここだな。ここはシンデーちゃんのなんか事務所らしいよ。君は特別だから気にせず通っていいぞ。うん、急に話が短くなったな。びっくりしたわ。めっちゃ話が長かったのに。さっき話したら、シンデーちゃんならここにいないわよ。だって事務所の人たちがそう言ってるんだもん。なんでやねん。なんでやねん。またさらわれた。ああ、なんでベリーベストカップ開催されるときに会社なんか来なきゃいけないんだよ。それはね、なんかオリンピックがあるときに行かないといけないみたいな。オラたちの街のショップでシンデーちゃんに働いてくれるよう必死に頼んでいるんだよ。この人すごくしつこいのよ。早く終わらせてくれないとベリーベストカップを見れなくなってしまうじゃん。それはね、一緒に見た方がいいな。こちらはバーンプロジェクション、プロダクションパリスシティ社でございます。シンデちゃんの邪魔せよ。2階に行けるのは関係者だけです。お取引ください。ん？なんだ、ライスくんじゃないか。君なら取ってもいいよ。どうぞどうぞ。まあね、世界の優勝者なんでね。おばちゃん、私もこのプロデクションのタレントなの。シンデーちゃんと私の二人でこのプロジェクションをここまでビッグにしたのよ。いい話じゃないか。あ、ライスだ。あ、ライス、会いに来てくれたのね。ライスがベリーベストカップに参加するって聞いて、私レース場まで応援に行こうかと思ったんだけど、マネージャーがダメだって言うのよ。ひどいと思わない？だからここを抜け出す方法を考えていたところなんだけど、だって私ベリーベストカップが始まる前にどうしてもライスに言っておきたいことがある。それはね、絶対に優勝してね。負けたりしたら許さないよ。それだけ。約束を破らないようにちゃんとテレビで見てるからね。この言葉が俺は聞きたくてここに来たんだ。てかレース場入れなかったんだよ。多分これで入れるんじゃないかな。これでレース場入れへんって俺もうボロクソ文句言うわ。よし、来たー。それではベリーベストカップの参加を手続きを行います。お待たせいたしました。ナイスは受付を済ませた。さあ、かかってこい。おーい、ナイス。お父さん、お父さん、ここまで来たの。可愛い息子がベリーベストカップで出るんだ。近くで応援しないわけにもいかないだろ。母さんも一緒だぞ。ライスがベリーベストカップに出るなんて本当に信じられない。夢のようね。とにかく悔いのないレースをするのよ。お父さんたちは中にいる。そこでゆっくり話をしよう。お、マジで？ひどっ。あ、ていうかさ、オリンピックのさ、選手の家族たちって入れるんかな、その劇場の中というか、その近くで。それやったらもう超特別だよな、マジで。中で待ってるってどういうこと？見てるってことか。じゃあ始めましょうか。ラストレースを。こっちだな。一回戦始めます。よろしいですか。レースの内容をご覧になります。沼溶岩、石草、雪、池、タツ、松明って火でいいんかな。
よし、決まりました。今回は楽勝かな。ワギャがちょっと頑張ってくれるような形になるかな。まずはワギャで。まず水。で、次が、火、石。うわ、ナイツ。なんか、なんだ火が強いのか、まあ、とりあえず、ワギャ、トップにね、交代します。まあ、トップが頑張ってくれる。相手は？あ、相手、遅いじゃん。大丈夫？そんな余裕で、余裕かましとって。一緒ぐらいだー。あいつ、ガッツ、星か。なかなかやるやんけ。それか、レベルが相手がめちゃくちゃ高いから。まあ、余裕ですよ。で、トップは、まだ使うんで、ここは、ピーテン。次が、草雪。草雪で、ガンガンいきます。うわ、あいつ早いな。ただ、次、雪なんで、まあ大丈夫でしょう。ピーテンはもう一個あるんで、は、使わずに、ここは、ワギャでいきます。うわ、あいつ早いな、めっちゃ。うわ、レベル上げまくってさ、もうトップだけでさ、前走したいね。あいつ雪も、こっち、星。雪星、ガッツ星だぜ。てか、あいつよう一人で行くなぁ。で、ワギャはこれで最後なんで、気合で。で、トップス。何？ジャンプだと？でも早い。フビット。これ変えた方が早い。で、飛行使って、ピーテンね。わ、ピーテン、大丈夫か？ワギャで行くか。カブトムシだと？こっちのワギャの方が強えよ。そのままね、行ってほしいんだけどなぁ。ペンテンに変えた方が早いかなぁ。うわ、どんな感じ？ペンテン、ワギャで行ける？行け。行くんだ。負けるわけないでしょ。ワギャだぞ、こっち。お前。こっちワニがちょっと恐竜化したみたいな形姿だと負けるわけないじゃん。まあ余裕ですね。はい、1回転突破。次のレースが準備ができたら私に届けてくださいと。よくやった。この調子で次も、その次も、またその次も全部勝つんだ。1回も勝てなかったらどうしようって思ってたけど余計な心配だったわね。おめでとうライス。まあ負けても全然問題ないんですけどね。全然もうね、力のシャワー使いまーす。よし、行くぞ。二回戦を始めます。はい、すなわち、松明がジャンプやったね。うん。そこら辺を気をつけよう。よし。もしかしたら、マジで、ゴリ押しで負けるかもしれない。ということで、モグで行きます。いや、マジで負けるかもしれない。まずは、モグで、ターボを使います。で、次、ターボ使う意味なかったね。フービットに変えて、マジ使う意味なかったな。まあまあいいでしょう。この辺りで使っときゃよかったな。これフービットで頑張ってもらって、次ワギア、あれなんでこっち星やぞ。次ワギアね。無理かもしれん。これマジで勝てんかもしれん。相手めっちゃ速いわ。なんでだ？パワーが足りないんだな。で、ワギアの次、テンテン。うわ、これ、うわ、これ、勝てるか？全然いけ。遅っ！うわー、ニャントラ、遅っ！遅っ！遅いじゃん。くそ、釣り橋なら、俺が走った方が早いよ、マジで。あー、ここ坂なんだ、坂、三角書いてるわ。で、今度は草で、てんてんが頑張って、加速を使って、で、次、吊り橋と石なんでトップスで行きます。草ね。まあ、トップスで、ここトップスでもいいんやけどね。次でも吊り橋と石で、石の坂があるんで、下りがあるんで、まあ、勝つでしょう。今回の戦いは勝った。相手が弱い。俺が強いんじゃない。相手が弱い。で、ここダッシュ使っておいて、フービットね。フービットでハードルで最後ワギャと。勝ちです。見てください、この
この速さを、この首振りの速さを、半端ないです。さすがトップ。もう紙に書くときとかもうトップスなんて書かないもん。トップって書くの。あ、早いじゃん。そうそう、それそれ。最初からやっとけよ、お前。何やってんねん。で、多分次、松明だろ。で、ここでちょっと遅くなるから、ここで飛行。ほら、速くなった。ちょっと速くなった。多分ちょっと速くなった。うわー、ちょっとこれ、いけるか？頑張れ、頑張れ。ふびと。よし。いいね。めっちゃいいやん。このさ、やばくない？こっちレベル上げてないよ。余裕じゃん。余裕勝ちじゃん。相手弱。今、ゴールイン、ライスが勝ちました。モグー。いいね。最高。来たー、お父さん、お母さん。すごい。とにかくすごい。慌ててお父さんの後を追いかけたら、言いたかったことも忘れちゃったら、とにかくおめでとう。ずっと横に置っとけや。で、機関車は使って、スタメンを回復して、さあ行きましょうか。準決勝戦。沼石、芝生、ハードル、岩草、砂地、吊り橋、ハードル、氷、池、松明、ゴール！いや、今回無理かもしれんな、マジで。いや、今回こそは無理かもしれん。今回ね、ちょっとね、悪いわ、めっちゃ。今回ゴリ押しでマジで負ける。でもさっきみたいに敵が弱かったらいける。まずはワギアで行きます。めっちゃ変える。まずワギアで行って、その後トップで行くんだけど、そこら辺かな。トップなんかね、なんでそんな少ねえな、ワギアに対して。なんでやねん。やっぱ水の生き物ってあれなんかな。HP 多めなんかな。どんなゲームでも大体多めだもんな。で、トップで行って、で、その後フービット、フービットのね、スタミナがね、46で3回分ぐらいなんだよな。それが厄介。こいつがね、飛べたらいいんだけどね、トップスが。飛べるやつね、こいつ、このウサギしかいないんだよな。それがマジで。まあ、これはまあ、早いから、まだいいけど、これ遅かったら終わりだよ。いや、モグで、ちょっとスタミナ、ちょっと釣り橋行きます。岩場やけど、まあ、ガッツがあるから、なんとか行けるはずで、その後、テンテンで行くんだけど、もう正直こいつでもいい。テンテンに耐える必要もあんまりない。あんまりテンテン早くないしな。あ、この、あ、三角なんだ。ちょっと変えようか。三角だったんだ。加速入れて、次、モグ。で、今度のモグはめっちゃ速いよ。これ、下りモグなんで。下りモグはめっちゃ速い。で、ターボでグイーンって行って、で、釣り橋をもう一回テンテン。で、テンテンとモグをもう相当使うというね。釣り橋ね、うん。あ、モグでもよかったんだ。あ、モグでよかったんだ。じゃあ、モグで行けばよかったな。行ったら、まあ。交代が早くてよかったな。で、次がフー、うわ、やべえじゃん。あ、フービット、いけるな。1。よし。で、フービット行った後は、もう、最強のピーペンを使います。ピーペン全然役に立ってないけどな、お前。いや、マジゴミなんだから。ピーペンがね、ジャンプできない、バランス取れないから、ここしか役に立たんのよな。ということで、ど根性で。で、次、テンテン？テンテン無理じゃん。モグ。ハボ使ったんか。テンテンじゃなくて、次はワギャね。よし。そうか、スタミナがないんか。頑張れ。よし、ワギャ、で、勝てるな。余裕で勝てるな。ここリラックスしてもらって、リラックスってなんか HP 回復かもしかして。で、次は、何？次はフービットで終わりよ。で、こう、火気孔を使うと、ここなぜか速くなると。いけ、余裕だな。余裕じゃん。これ誰でもクリアできるぞ。俺じゃなくてもクリアできるぞ、これ。お父さんでも大丈夫。ほら、もう疲れても強制的に走らせるからな、俺。よーし。よっしゃー。
準決勝突破おめでとうございます。来た来た来た、お父さんお母さん、あと一つだぞ、あと一つで世界一だ。でもあんまりこういうことは考えるな、緊張しては勝てるレースも勝てなくなる。ライスの決勝戦の相手は一体誰のかしらの、来た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 、じゃじゃじゃ、俺様だよ。お前の決勝戦の相手はこのバッチ様だよ。また俺と戦う、またお前と俺で決勝戦だな。お前に悲しいニュースがあるんだ。それはな、俺が本気を出すってことさ、つまりお前の勝ち目はない。そういうことだ。負けるのが分かっててやる気も出ないだろうけど、ま、適当に頑張ってくれや。モリソンカップの決勝戦でライスとレースをした少年じゃないか。そして決勝戦で、お父さんが、準決勝で負けたのもあの少年だった。彼は自信満々ね。どうしましょう。なーに、ライスならやってくれるさ。そう。そうよね。ライス、ちゃんと準備を整えてからレースに挑むのよ。オッケー。で、モンスターレースおかわりだと、バッチ君が、主人公になって登場すると。あいつのストーリーが知れるというね。で、なんかね、街の展開はそんな変わらんというね。はいと。芝生石、これ全部じゃない?多分。違うやん、全部じゃないやん、そこ全部だろ、全部押してしまったわ。ゴール、はい、よし決まりました。まずは草石をトップで行ってもらいます。ベリーベストカップの頂点に立つのはどっちだ。決勝戦に駒を進めた両者の入場です。まず手前側からライスのモンスタートプスの入場です。パッ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 、かわいいね。続いて向こう側、バッチのモンスターのビューガンの入場です。クリスタルのやつかな。あ、そいつビューガンって言うんだ。うわー、ロケットじゃん。こいつめっちゃ速いよ。ほらめっちゃ速い。ロケットスタートも速いんだ。まずトップが行った後に次ピーペンで行きます。ピーペン、トップはもう一回あるな。よし、ピーペンで、うわ、あいつ、よそいね。やっぱりね、ここはトップよ。ここギリギリでピーペンに交代して、あいつは泳ぎが下手だから、ここでまた抜く。で、ピーペンで水と氷を行き、あ?待て待て待て。それは聞いてない。全然見てなかったわ。で、次。ギャーちょっと相手弱いな。クービットで頑張ります。相手進化させていいんじゃない、もしかして。で次ハードルね、ハードルをクービットでやってもらう。うわ早い、めっちゃ早い。で、吊り橋も今回はフーで行ってもらいます。で次テンテンね、テンテンがちょっとあれだな、お荷物だな。お、いい速さいい速さ。でテンテンはね、意外なところでね使えるんだよな、吊り橋とかね、いろんなところでね。石とかも意外といけるもん。で、これ点々で行って、これフービット大丈夫か?残り何本?残り10、少な、やば。あと1回あるんだよな。で、次トップね。次トップ。火。あ、溶岩なんだ。あ、結構きついかも。うん、相手の方が遅いわ。で、ここはダッシュ使って、苦手なところは、ね、使ったらいいですよね。次、ピーペン使って、ワゲじゃないの?ピーペンなの?で、次、モグね。モグな、バランスか。ピーペンね、バランスがゴミなんで、うわ、なんかふわってる。うわ、やべ。で、頑張れ。うわ、あいつ、早え。でも、モグならいける。で、次、ワゲやね。このワギャのレベルじゃねえ。スタミナ66よ。一気にここはね、ガツンいってくれるよ。まず氷、草、水と。まあ、得意ではないけど、苦手でもない。てか全部丸。あれ?モグ?あ、大丈夫。ワギャの後モグね。いけいけいけ、そのまま。気合い!お前こっちのが、うわあいつ早い。
モグ、ちょ、モグ、うわ、モグ行ってもらわんとやべえ。ちょ、モグ、モグ頼む。タブ使い、なんか2回、もう一回使い。うわ、モグ頼む。うわ、これちょっと大丈夫か。これフービット10結構やばいんだよな。ハードルがちょっとこれ遅いんだよな。ここ使って、まあどうしよう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 。テンテンのスピード使ったよね。これやべえ、これやべえ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 。なんとかしよう。おおおお、なんとかした、なんとかした。トップ、やっぱここで主人公だよ。もうなんとかなった。ギリギリだった、めっちゃ。危ねえ。いや、このままでいけるとか言って、そのままにしとったら負けとったな。勝っちゃったな。記念すべき第100回、あ、100回なんだ。ベリーベストカップの優勝者が今決定しました。モリソンタウンから来たライスくんです。なんとライスくんは今年開催された全ての大会で優勝するというとんでもない記録まで作ってしまいました。彼こそモンスターレースの天才と言えるでしょう。皆さん、ライスくんに大きな拍手をお願いします。ライス、おめでとうライス。ライスのような息子を持ててお父さんは本当に幸せ者だよ。おめでとうライス。もう何も言うことはないわ。本当におめでとう。なんで、俺はお前に勝てないんだろ。どんなに頑張ってもお前に勝てないのか。なんてね、俺様が落ち込むだって、わざと負けてやったんだぜ。せっかくお父さんとお母さんが見に来てるんだもんな。勝たしてやんねえと悪いだろ。ちゅうことで、あまり調子乗んなよ。いや、お前が調子乗んねえ。レースおめでとう。起きた？おや、あの子は確か。来た、ヒロイン登場。どうしても、おめでとうって言いたくて、レース場まで来ちゃった。いいや、めっちゃいい子やん。目立たないようにするって約束ってか。お前なんかメガネと帽子とかさ、なんかいろいろかけとけよ。もううるさいわね、マネージャー。ライスが優勝したのは喜んでいいじゃない。ライス本当におめでとう。でも、モルソンシティに帰っちゃうんだろ？帰っちゃうんでしょ？寂しいな。そうか、私から会いに行けばいいんだ。仕事でいろんな街に行くから、モルソンタウンの近くに行ったら必ず会おうね。電話を、じゃあ LINE を教えて、早くしないとまたパニックになってしまう。今行きまーす。それじゃあまたね。絶対また会おうね。バイバイライス。約束守ってくれてありがとう。ほら、絶対優勝するって約束したじゃない。本当にありがとうね。おー、いい子やん。めっちゃいい子やん。結婚だろ。今のはスーパーアイドルのシンデレ。ライス、いつの間にあんな可愛いガールフレンドができたんだ。ライスはお父さんと違って女の子にモテるのよね、ライス。おーい。これでモンスターレース終わりか。あ、なんか意外と短かったなぁ、やっぱり。やっぱ、ゲームボーイ GB ですね。やっぱ、電池が8本 ?2 本か。ポケットゲームボーイなら、単4電池2本でいけるはずだから、まあ、4本、まあ、100均、昔100均とかなかったからなぁ。今考えたらすげえよ。今の100均。100円でだって4本入ってるだろ、あれ。最大で5個入ってるだろ。5個でさ、めっちゃゲームできるじゃんってね。今考えたら思うわ。めっちゃゲームできる、今の時代。まあ、そんな電池もいらなきゃ。電池をな、冷蔵庫に入れたら、まか不思議。なぜか、ちょっと充電ができてるという。ほんとまか不思議で、10分ぐらいゲームできるんだよ。その10分を繰り返して、ギリギリの限界まで、もう音量もギリギリまで落として、ゲームをやるっていうね、この子供のね、この時代、もう今の子供はもうそんなことないやろうな。もう充電すればいいじゃんみたいな。コンセント挿したら充電できるじゃんみたいな。そんなことできなかったんだよ。まああれ買ったらよかったんだけど、その、電池のいらない、なんかコンセントに挿すやつ。あれがね、買えなかったんだよな。あれ買うぐらいなら電池をなんか頑張ってやるみたいなね。まあ今考えればその付属品のやつを買った方が安くついたというね。いや、モンスターレース面白かったね。で、今回からね、そのね、今年ね、マジでゲーム全然やってないから、だってデジモンワールド3で
2ヶ月経ってその間ゲームやってないから、他のゲームやってないから、ちょっと今年はねいっぱいやります。今年はいっぱい、今からいっぱいやる。はい、ということで、おしまいと。おしまい。おしまい。え？あれ？あ、本当におしまいじゃん。本当におしまいじゃん。本当におしまいじゃん。え？あ、びっくりした。これセーブされてんだろ？これは？あ、本当におしまいなんだ。本当におしまいじゃん。あれ？あれ？あれ？え、なんか、試練島のさ、最後優勝した人だけがいけるみたいな。おしまいになったじゃん。はい、ということで、まあ、わけわからないんですけど、次回こそ最後。試練島の、あの、洞窟の奥、ちょっと、トップス、ちょっとずるいんで、トップスだけめちゃくちゃレベル上げて使いません。あえて。で、他のモンスターでちょっと勝ってみようかなと。てか、トップスをね、クソ強くしたい。俺のね、やつでね、もうなんかね、一人のモンスターをめちゃくちゃ強くするみたいな、ショップ行ったら、なんか、ドーピング剤がいっぱいあったんで、ちょっとね、いっぱい買って、トップスにいっぱい使おうかなと思っております。次回。トップス最強。